皆さんおはようございますはい、良平ですえー、今日が4月の4日はい絵本作家ののぶみさん誕生日だと思ったっけなんかそんな気がしたな 誕生日だった気がするな今日は4月4日で、えー、僕の、えー、出版記念の PR 動画に出てくれた3人の方の、ねえー、っと人物紹介っていうのを自分なりにやらせていただいてますけども1人目が河村真弓先生で2人目が、えー、天才コピーライター、えー、翡翠虎太郎さんベストセラー作家さんですね、えー、いよいよこの3人目っていうのがですね、えー、我らが大王桜庭露樹先生ですね まあね、お忙しい方です、本当にお忙しい方なんですけども快く引き受けてくれてチャ、えーッと来てくれましたね、もう感動でしたけど、ね、最近、本当に思ったけど、はい、桜庭先生のね昔の動画から見ていきよって、はい、さいあそっか、あまだ会ったことないもんなそうです、はいあって思ったことはね僕も思ったしで、撮影してくれてるスタッフさんたちも言ってたけど若返ってる桜庭先生がですねお 若返ってる、はい、肌のツヤ張りめちゃくちゃいいしその初期の頃に比べて、うん、間違いなく若返ってると思う,、はい、うなんか先生若返ってますよねって言って、はい、自分のライターあの編集担当を務めてくれた鈴木直樹さんってことは桜庭先生のことを前から知っとって、はい、数年ぶりにお会いしたけどやっぱり若返りましたよねって言われて、はい、あのそう思います本当に YouTube 見てたら分かると思いますがでもしかしたらこれちょっと取りだめなんでこの期間のうちに えボイシーか YouTube で桜庭先生のやつにもしかしたら僕が出てるかもしれませんけども、えー、ちょっと撮影で一緒にねあの撮らせていただいたのでまあね何がそれかって、YouTube、昔の YouTube 見た時はね俺ちょっと怖い人やなって思ったよイメージが、はい、もう話はもちろん面白いよで頭の回転がズバ抜けてないもうねよくこんなにまめれあの言葉が出てくるなって思うところもあってなんかこうズバズバ言うってイメージがあったけ 最初に会った時は俺ね、はい、なんか怖いなって思っとったけどめちゃくちゃ満面の笑みで来てで、まあ、やっぱり人相を見るし俺ね最初に実はね桜庭先生と会う前に師匠といや桜庭先生がなんかこう、人相が悪いとか見た時にいやなんか良くないとかあったらどうしようって思った時に師匠笑いながら。はい あのど,どういう形であるかとて時に対談形式で、まあ、あの何人かお客さんもいてって言ったときに、あそうって、まあ、まず人相はチェックしなさいと、でどんな人相か、で人相というのは感情なんで、普段使ってる感情が、その時笑ってても、普段から笑えてない人は笑いに違和感があるからって言われたから、はいあ、それはもう分かりますと、うん、それが、だから感情、普段からニコニコしてる人だったら大丈夫っていうことが1つ、でもう1つね、言われたよその会場に行って、あるものを見なさいって言われたん 会場のですかそう、会場に行って、これを見たら、桜庭先生の人格っていうもの自体がある程度分かってくるからって言われます。えー、分かんないです。綺麗かどうかじゃないその会場にいるお客さんの、まずは性別。性別うん。女性が多いのか、男性が多いのか、どっちも半々なのか。で、どれを見ろって言われるのかも。 女性が多いか,女性が多いかまあうちの師匠も先生もそうですけどもやっぱ男性であれ女性であれ、えー、女性に支持される、えー、男性も女性も必ず伸びるとだから女性に支持されてる人なのか男性に支持されてる人なのかで、えー、どちらともなのかってっ時に圧倒的に女性が多かったんですよ、まあ、男性がダメなわけじゃないですもちろんダメなわけじゃないですけども圧倒的にパワフルな女性がやっぱり多くてで、えー、あなるほどって思ったんで 桜庭先生ってやっぱりあの根本的にすごい人気があるんだなって思ったのと、まあ、ボーイシー <laughs> 桜庭先生のねあのえ、エロトークっていうよりもね、本当にエロ話するわけじゃないんですよ、だからそのススレスレの話をやるけどね、綺麗なんですよね、まあ、桜庭先生だから許されるんだろうなって思うところもあるし、まあやっぱそれがまた面白いしまい、あ、し、ボーイシー聞いてみてください、もうね、もう前にも話したけどね、腹がよじれるぐらい笑いますよ、もう本当に。 最近、寝る前、まあ、何メんさん、香取さん、えー、あと何人か僕、ボイシーで聞いてる人いらして、えーっとまあ、その中でやっぱ桜庭先生でやっぱ聞きながら寝るけどやっぱ桜庭先生のボイシー聞きながら眠れなくなってきた最近全然眠れなくてで、まあ、桜庭先生のね、本当すげえなーって思うところぱ頭の回転早いしあの仕事でやっぱ支持されてる中でやっぱ若返りもすごいんだけど何がすごかったかっていうのは前にね、店長ちょっと行けなかったんだけど博多の講演会。はい 僕が喋る前に桜庭先生が、えー、と実は講座をやってたんですね「うんこ塾」っていう「うん」を呼ぶうんこ塾っていうところで、えー、桜庭先生の講座が終わって僕の講座だったんですよだから昼からで僕よ夕方だったんですよねやっぱみんなちょっとだいぶ疲れてるんじゃないかなと思ってじわーっと会場を覗き込んで皆さんの笑い声が聞こえたんですよで入った瞬間に 空気が違うって分かりましたね、すぐに。人がいるからっていうよりかはもうね、あの空気は俗に言う、僕はパワースポットだと思います、うん、パワースポットです、そのパワースポットっていうのは、僕もよく言いますが神社に行くからパワースポットだとは限らないんですよ、だからライブ会場に行って、ずっと会いたかったって言ったら、アースティスさんに会った、その瞬間、そこに1万人いても、そこでネガティブな感情を持った人がいない、何よりもその人たちを見ることで、喜びと楽しみがあふれてる。 そういう場所がパワースポットですよって言ってたそんな空気やったん本当に俺わーと思ってすげーなーって思ったのはまずはここにいる人たちを笑顔にして笑わせてそしてたくさんの希望と喜びを与えて何よりも多分ね桜庭先生のトークで笑わせたと思うんですよねでそれに対しそういう空間を作ることができる桜庭先生がすげーなって思ったし その空間で共鳴し合ってる桜庭先生のファンの人たちがすげえなと思った、本当に。あれがパワースポットです、本当に。桜庭先生の講演会が終わった瞬間に出来上がってる空気こそがパワースポットになったっていうのを初めて感じて、結構ね、昔になんだけど、スピリチュアル系の人とか、自己啓発の話をやってる人たちの話を何回か聞いたことがあった時に、なんかね、やっぱね、ドヨーンとする場合があるんですよね。 っていう中で、そういう空気が全くなかったっていうのがあって、びっくりして、だから会場の皆さんにも言ったんですけど、も今、この場所で流れているこの空気こそがパワースポットですよ、そしてそのパワースポットっていう場所を作るためのきっかけとして、桜庭先生がた多分皆さんをたくさん笑わせてくれたなと思うんですよね、そして学びを与えてくれたと思うんですけどねっていう話をしたけど、ああいう話ができる日になりたいなと思った、本当に。まあ、そういう方です。 あのまあ、それで、まあ、今回もあの、えっと、出版記念の、ねえっと、トークライブショーで、えー、桜庭先生とお話しさせていただいたけどやっぱ楽しかったですね、まあ、その後に実はちょっとあのお茶もしたんですけどもお茶もした時も笑いましたねで最後見送る時俺が電車に乗って桜庭先生降りたい俺がいなくなって見えなくなる時まで手振ってくれてたうもうね出てきますね 出る人柄が本当に出てて、はい、なんかね感動したけど一つだけ言わせてもらうんだったら手を振ってるとき最後の最後までずっとこうしてたこうやってやってくれて,てねもうあれ <laughs> あの ね、電車いっぱい人いてから見て桜庭先生が最後にコニコ笑いながらこうやってやってる姿を見たときにもう僕はもうずっと笑ってて笑ってたけど何も知らない人が見たら何やってんだろうって思うかもしれないけど、まあ、全然ありがたかったですねもう本当に僕が見えなくなる時まで手を振ってくれてたっていうのがもう本当に嬉しくてやっぱあれが、ね、人格が出るんだなって思って本当に嬉しかったですなのでそんな、ね、すごい方たちが本当に桜庭先生菊い小太郎さんそして川村真由先生 でこの3人の方がね自分の本の PR 動画に参加してくれてその本のね動画が近々出るかも出る予定ですのでその動画も楽しみにしておいてくださいでまあ本当に素敵な人たちの出会いが僕の人生を大きく変えてくれたきっかけになりましたよってことで僕は運勢っていうもの自体は、うん、人の出会いで4割が変わると思ってますまでどんな人と出会うかね えー、その人から受けた影響が何なのかっていうことで、まあ、僕もねこうやって、ね、筋トレしようとか、えー、っと最近も毎日朝筋トレしてもうホテル行ってる時も最近筋トレしてるしでその上で、えー、っと体力作りもやってちゃんと食事の節制もしてその上で、えー、体作りしっかりやっとかなくちゃなって思ったのは。 公演が始まってあっちこっち行くようになるとやっぱり外食が増えて体調崩しやすくなったりするから気をつけろよって言われた言葉が一つその上でやっぱ僕がねやっぱ目指して尊敬してるなって思ってる人じゃなくて体力作りを常に意識してるもう桜庭先生は地方でホテル取る時は24時間のジムがあるところしか行かないって言ってるしもう香取さんなんてもう50過ぎてムキムキやしね だからもうやっぱすげえなーって思っててた人たちぱこういう人たちを真似しようと思ったら喋り方とかどんな人かっていうよりかはまず普段の習慣から真似していくことがやっぱ重要なんですよ。 だからもうこの人たちがやるならこの人たちを目指そうと思うならば僕もやっぱり習慣として筋トレやっていこうって思えたのもそこだったので、えー、体のね体調管理もしっかりと整えてやっていこうと思うきっかけにもなったっていうのがやっぱこんな素晴らしい人たちとの出会いが僕を変えてくれましたっていうことですねはい、えー、そんな感じで、えー、いつかまあそろそろ動画も出るしもしかしたら桜葉先生の YouTube でも まだ出てないかもしれないんだけども、えっと、僕と一緒の対談の、ね、形式のやつがジャニーさんが声だけで参加してくれてますけども、えー、出てくれてると思いますので楽しみにしておいてください、えー、はいそんな感じですね、はいえーまあ、今日から、えー、また新しい週が始まっていきますので、えー、気合い入れてやっていこうと思います、はい、ではよろしくお願いします、はい、いきますせー<あ>明日はフレッシュの動画をお得でできるかなそうですねまだ出張から帰ってきてはい頑張ってやっていこうと思いますではいきます せーのオっシャーということで今日も元気よくいってらっしゃい